な。リーグの際、ヤング賞は今季六冠党のタフネスーワン、マーリンズのアルカンタラが満票で球団初受賞。全米野球記者協会、b b w a 会員による米大リーグの最優秀投手にあたる際、ヤング賞が16日、日本時間17日に発表され、な。リーグはマーリンズのサンディ、アルカンタラが初受賞した、ファイナリストのフリード、ブレーブス、ウリアス、 ドジャース、ラオを抑えて満票だった。マーリンズにとっても創設30年目にして初の受賞投手となった。開幕から無双のピッチングで14勝9敗。防御率2.28ながら2位に大差をつける228回に。3を投げ、8回以上投げたのが14試合もあり投手ではメジャートップの王8.1で文句なしの受賞だった。32先発で25試合が自責点2以下のピッチング。 クオリティスタートでまとめながら勝てなかった試合が9度もあった。パドレスのダルビッシュ有投手は7ポイントで8位だった。